次に第2、一緒に考えたいことは何だ。これ南海トラフです。南海トラフ地震、2日か3日前に NHK スペシャル、皆さん夜中見ましたか？0時40分ぐらいからでした。つまりトラフ地震がものすごい近い、 NHK のスペシャルで。皆さんに言ったことがあるかどうか知りませんが、 NHK スペシャルが NHK のやりたいことなんです。あとはドラマやとかどうでもいいんですよ。 NHK スペシャルなんです。この度で NHK 内部でものすごい権力闘争がある。何をやるか、でだんだんしょうもないことをやりだす。なんで NHK スペシャルで、逆に大事なことをのびのびやってる、日本に対する警告をやってるっていう場合と2つあるんです。で今申し上げたように NHK スペシャルで何を2日3日前に夜中にやったのか、0時40分やったと思いますよ。もう皆さんほとんど寝たかもわかりません。これは9月1日にやった再放送なんです。再放送や。だからどんだけ大事かって言ってるわけです。あんまり日定めない方がいいですが、早ければ来年の3月までに起きる南海トラフ。南海トラフという場合に、これはさすがに NHK も言わなかったけども、新聞も言えない。なんだ、4ページの下に南海トラフ災害が起きます、すると32人が死にますと書いてある。これ政府が32万人が死にますって狂気の沙汰でしょ。こんなこと発表する政府ある？地震が起きたら32万人が死にますよって。だからものすごい勇気を込めて言ってるということよ。どうでしょう？ものすごい32万人が死にます、どないすんねやとかね、うちの年はどないなりますねやとかいろいろ心配してます。32万の人が死ぬ、これはもうだいぶ前に発表したんです。リバティ情報研究所に昨日アメリカから連絡があった。南海トラフ地震が起きたら2000万が死ぬ。32万じゃないよ、2000万。皆さんに前に311お話しした311地震、その時に2万人の人が亡くなりました。これ大変です。しかし本来アメリカはこれで2200万人が死ぬという計算でやってたんです。ペンタゴンの文書はちゃんと残ってる、僕の単なる数字じゃないです。なんで2200万がそんなに死ぬんや。そう、これによってアメリカは何しようとしたと思います？アメリカ経済落ちてきてますよね、いろいろ何しようとしてる、気がつかない？日本に対する再占領なんです。あの第二次世界大戦でベシャーンってやられた、私たちが憲法、日本国憲法って大事にしておりますが、それは日本人が作ったんじゃないよ、アメリカが作った憲法ですよ。知ってますか？日本国憲法って書いてある、日本が作ったんじゃないです。その当時マッカーサーに対して日本は逆らうことができなかった。なぜ？占領されたから。再び占領する、そのためには2200万に死んでもらう。どうして？人工地震で。私はそういう時代に来てるんです。お前ちょっとアホちゃうか、えらい極端なこと言いすぎられないかとおっしゃるか分かりませんが、人工地震なんてそんな難しいもんじゃないですよ。あのハープという兵器でいくらでも起こすことができる、ハープ。だから皆さん知ってるように、この311の前に約20万以上の人が死んだでしょ。スマトラ地震だよ、20万以上だよ。で今言ったように日本人は2万人があの311、2011年3月11日に亡くなりました。しかし本来2200万が死ぬという計算やった。だからアメリカの軍艦来たでしょ、沖へ。なんで地震が起きた時に空母が来るのよ、駆逐艦も巡洋艦も、なんで三陸沖に並ぶのよ。輸送船を持ってきたり、あるいは旅客船を持ってくるんだったら話は分からん。そしてアメリカはそれをカムラージュするためにどういった友達作戦、日本人はバカだから助けに来てくれてるんやと思うた。空母ですよ。
配線料ですよ。それを狙ってる。だけども2200万は彼らは自分らの思い通りいきませんでした。今度南海トラフで起きる、南海トラフで皆さん知ってらっしゃるように九州、四国、近畿、それから名古屋を含んだ中部地方から一番東の端はどこだ、静岡です。そうでしょ。東京でドーンと来るかもわからない、首都圏大干ばつですね。それはさておいて、今言ったように九州、四国、近畿、名古屋を含めた東海、そして大体静岡あたりまで。もう一度皆さんテープを取ってるならば、南海トラフ地震、つまり数日前の夜中にやったやつもっぺん見なさい。そこへ出てくることは何か、スーパーなんとかというのがある。もうね、見てたらもう始まりかけてるんですよ、うん、それがもう3回ありました、ここ数年の間に。皆さんに言えないけど、ある船が動き出してる。大事な言葉、熊野灘に向かって、熊野灘に向かって。誰も日本には乗ってないで、日本には乗ること許されてない。それが熊野灘。人工って書いた。今度の南海トラフが人工的に起こされるということはあり得る。はっきり言って人工地震も人工気象も自然に起きてるんじゃないです。皆さん、今のこの写真、写真じゃないわ、4ページの資料、前に言ったことがありますが、その右を台風12号って書いてある。こんなおかしな台風はないですよ。普通だったら下から南からずっと登って寒冷渦と書いてあって、その右に太平洋の高気圧が書いてある。こんなもんなんぼでも、次のことは人工的に起こせる。科学が進歩したってそういうことですよ。科学が進歩した。そして普通だったら、そう、自然の台風だったら南から上がってきて寒冷渦と書いてあるところが右上上がっていくんですよ。みんな北行くでしょ。そうじゃない、地震って、地震じゃない、台風は南側来て北行くか、ちょっと東にそれる。こんな台風ないです。変に思わなあかんねや。ほんでこれどこ行った、左ずっと行って日本の地図書いてあるでしょ。どこに上陸してんのよ。伊勢だよ、伊勢神宮だ。三種の神器を僕は何回もこと言ったね。世界の宝が伊勢神宮にあるんですよ。あなたは見たことはない、日本にある。だから5月2日、安倍総理はイスラエルが渡してくれって言った、それを断りに5月の2日、先日だね、5月2日に安倍総理ご夫妻がエルサレム行って断りに行った。ここで何回も話した。そしてイスラエルはそれをもらえなかったから、渡してもらえなかったから、靴、男の革靴の形をした入れ物にチョコレート並べようと。知欲ですよ、お前って言ったんです。日本国民も知欲なんだよ。それがあなた分かってないからダメなんだ。これからの世の中めちゃくちゃですよ、日本に対して。靴ですよ。総理はもちろん5人に対して帰ってこられました。なんで伊勢神宮や。さっき三種の神器って言ったよね。そのことについて後でお話する。世界がもうよったらけてるようなものがあそこにある。三種の神器だけじゃない、もっと大切なものがある。伊勢神宮ってなんだ、小乳堂なんです。知ってますか。上に内宮とか下宮とかもちろんありますよ。しかし内宮とか下宮ってのは上の世界なんです。その地下なんです。誰も入れません。鍾乳洞、穴開いてるわけです。だから昔のまま大事な大事なものがそこで守られ続けてるわけ。だから伊勢神宮なんです。伊勢神宮、前に皆さんにここで言ったか分かりませんが、地場、
磁場、ゼロ磁場というのは、女性の方もいらっしゃるからもうご存じだと思いますが、ゼロ磁場というのは何？パワースポットですよ。日本はものすごいんですよ、パワースポットは。一番日本でパワースポット、人間が健康になり力が与えられファイトが湧いてくる、どこなの？伊勢神宮ですよ。伊勢神宮だけじゃない、南はあるいは西は阿蘇から始まる、そして阿蘇から九州の中を通って四国に入る、四国の石鎚山を通って剣山に入る、剣山から今度は近畿に入って高野山、そしてどこ行く？伊勢神宮です。伊勢神宮からそれは一旦潜って愛知県に入る、豊川稲荷だ。豊川稲荷からずっと北上する、大きな湖がある、日本のど真ん中に諏訪湖です。あの諏訪湖の南に下ったところに文庫井峠ってあるの知ってますか？あれこそゼロ磁場の今はものすごいことですよ。病人がいっぱい行ってるじゃない。病院ではダメだと、この自然から与えられる力を受けようとして文庫井峠今いっぱい行ってますよ。そこからずっと下っていくと山梨県の中を通る、文庫そのゼロ磁場の流れですよ。そこから富士山を通る、あるいは富士山の南、それからずっと通っていって関東、茨城、そしてそこの終点のところにあるのが鹿島神社。鹿が出てくるけど野原や鹿の頭。